おばあちゃんが残した自叙伝。そこにあったのは、小さなお家で起こったある恋愛事件の真実。山田洋次監督が家族の秘密を通して描く昭和から現代。このことが旦那様や坊ちゃんに知られたりしたら大変なことになります。なぜ彼女は60年もの間その秘密を守り続けたのか。小さい